なんていうか昔ながらのやり方っていうかな、製品の良さを残していけばいいかなっていうのが大事にするしてるっていうかな、新しいことだからあまりこう興味ねえんだな。まあ、屋号はうちのおじいさんが静岡出身で、そこからなんか遠州屋という名前を 選んだみたいです。高橋さんに比べてもらったら108年だって言ってた、この間。だからもう亡くなったおばあちゃんの時代、おじいちゃんの時代から始まって、そのお孫さんが付き合いだからね。まあ、最初の頃はほら失敗続きでさ、うまくいかなかったから、上手にできるまでが、今でもまあ失敗することもあるし、微妙なとこだけどね。毎日こう同じ豆腐作ってても全部違うからね、他の人には分かんなくても 作ってる方には分かるからね。 油でもそうだし、もう気温の関係、大豆がちょっと変わっただけでも全然違うし、こう油揚げを作っといい油揚げができるんだけど、豆腐にするとあまりいいのができないとか、その逆とか大豆の特性でいろいろあるみたい。油揚げがわりかしうち 評判がよくって、結構遠くから帰って、まあ、その理由が菜種油で揚げてるんですよ。以前は大豆の仕出し目油でやったけど、菜種油で使ってから結構味がいいんですよね。お客さんが結構うちの油揚げ美味しいって言ってくれて、かなり遠くから帰ってきた。一番遠くだとやっぱり八王子ぐらいから結構出てきても、火加減が結構難しくて、あまりぬるいだとやっぱりシャキッとしないっていう感じになるし、高温で揚げると今度は真っ黒けになったり、いい音があるんですよ、揚がる時の。 あ、これはいいなとかさ、心構えとしてはとにかくいい製品をとにかく出したいっていう、それはすごい強いだね。だから俺が理想のふっくらした感じで、かつ食べておいしい、あれやっぱりちょっと硬く出ちゃうとうまくないんだよね。やっぱりふっくらした感じがあって、初めて油絵のなんていうか本当の美味しさっていうのが出てくるで。カッサリとした感じが一番いいんですよ。ここら辺お年寄りばっかで、とにかくまあ俗に言う買い物難民だね。もう自分で歩けないから届けてくださいよっていう人が多いんですよ。だからそういう人にすなるべく要望に応えて、俺が動けるうちは届けてやろうと思って、電話かかってくるんですよ。何時頃いるから何時頃来てください。あとはだから自分でそういうとこ車で夕方回って行って届けてやるとか、行けば必ずもう豆腐屋の ラッパの音を親父がテープレコーダーへ録音したのが未だに残ってるんで、それを使って 鳴らしてやるとお客さんが出てくる。やっぱり美味しいって言ってもらえるのが一番ね、それが嬉しいね。お得な油揚げ美味しいねとか、豆腐うまいねとか言ってくれるのが一番それが励みになるね。ありがとうございました。